アリソフの気候区分とは、ソビエド連邦の気候学者である、BB アリソフが考案した気候区分である。緯度と地表の状態を大気循環によって区分したものである。欠片の気候区分が、植生に基づいた結果的気候区分であるのに対して、アリソフの気候区分は気候に作用する気団に注目して設定されたため、成因的気候区分に分類される。 1930年代の気象学は、地上の気圧を中心に据えた平面的な研究から、緯度、経度に加え高度も視野に入れた立体的な研究へと発展した。特に1950年代には、大気循環や気団、天候をもとにした気候地域の研究が進み、そうした潮流の中で、アリソフの気候区分が提案された。アリソフは、1954年に、 世界規模の大気循環によって形成される気団と気団同士の境界である前線の季節による移動を元に気候区分を設定した。アリソフは気団の発生を井戸による特性で分類したが井戸による分類自体はアリソフより前にスウェーデンの気象学者トールベルシェロンが1930年に発表している。気候帯は2月と8月の大気循環による気団と 前線の分布を合成して設定した。こうした冬と夏の気候要素の分布を重ね合わせる手法は1921年に、ウラジミール・ペーター・ケヘッペンが世界の洋上の風地域の設定で用いており、アリソフがそれに影響を受けたものとみられる。随一、アリソフの気候区分図アリソフは井戸によって4つの気団ができると考えた。すなわち、赤道気団熱帯気団 寒帯気団、極気団がある地域において、どの時期に影響をもたらすか、ということに注目し、以下の7つに区分した。なお、気候帯の区分には前線を利用している。その前線とは、赤道気団と熱帯気団の境界である、熱帯前線、熱帯気団と寒帯気団の境界である、寒帯前線、寒帯気団と極気団の境界である、極前線である。 一年を通して、赤道祈願に支配される地域。公匹は、赤道祈願。低匹は、熱帯祈願に支配される地域。一年を通して、熱帯祈願に支配される地域。公匹は、熱帯祈願。低匹は、寒帯祈願に支配される地域。一年を通して、寒帯祈願に支配される地域。公匹は気団、寒帯祈願。低匹は、極祈願に支配される地域。一年を通して、 国気団に支配される地域、これを世界地図上に図示したのが、随一である。気候帯1から7の境界は、以下のように決められている。従って、気候帯1と気候帯2の境界が、経験的に決定される以外は夏、または、冬の前線の位置で境界が引かれるため単純、明快な気候区分となっている。しかし、単純明快であるがゆえにこの気候区分は、ある地域が、 どの気団の影響を受けるかという問いに答えることはできるものの、それ以外の特性をほとんど示せていない。こうした状態を改善するため、アリ・ソフは1から7の気候帯を海洋と、大陸、西岸と東岸、平地と山地といった特性で細分化した。細分化した気候帯は以下の通りである。ただし、アリ・ソフは以下の細分化した気候区分を 地図上で表現していない。赤道気団体、赤赤道気節風帯大大熱帯気団体、コア熱帯、黄緑寒帯気団体、新緑は極気団地帯、青極気団地帯、排状期の気候帯をもとにして、アリソフは1954年に、アジアヨーロッパアフリカ、北アメリカ、南アメリカオーストラリア、南極、太平洋、大西洋、 インド洋の気候地域をそれぞれ示した。例えば、アジアの場合、以下のように11の気候地域に区分した。日本は、北緯38度の39度あたりを境として、南側が9のモンスーン気候地域に、北側が11のモンスーン気候地域に区分される。倉島厚氏は、茶屋、区は、サツマイモの栽培限界、団体林と温帯林の境界も、同じくらいの緯度であり。 荒川秀俊と田原俊一による熱帯気団と寒帯気団の出現頻度調査においても札幌と東京の間に境界が来ることが示されていることからアリソフの示した境界線は妥当であるとした一方アリソフは母国ソビエト連邦の気候地域については1954年に発表していないがボリソフが1965年に 著書クライマッツオブザ・ USSR の中で、アリソフによるソビート連邦の気候地域を紹介している。その中でアリソフは、ソビート連邦を22個の気候地域に分け、そのうち10個の気候地域には2から4つの細分化した地域を示している。このソビート連邦の気候地域の名称には、シベリアやアルタイ山脈など、相関的特性に基づく固有地域名を冠しており、 アジアなどの気候地域の名称がインドアラビアなど普通地域名を冠していることと比べて統一感を欠くと矢沢大臣は述べている。良い点は前線の位置で境界線が引かれることから非常にわかりやすい気候区分になっているということである。1月と7月の気圧、風光の描かれた地図を用意しトレーシングペーパーでなぞれば高校生でも アリソフの気候区分図を作図することが可能である。また漠然としてではあるが、気候帯の気温特性を示すこともでき、気団の性質と挙動に応じた気温、降水量が与えられることから、これに適応する植生が成立すると考えられ、大まかに植生分布を説明することができる。アリソフの気候区分と植生の対応は以下の通りである。 赤道気団体、熱帯雨林、赤道季節風帯、サバンナ、有極低木林熱帯気団体、砂漠は熱帯、温帯林寒帯気団体、上緑信用樹林が、極気団地帯ツンドラ、極気団地帯極砂漠。例えば、気候帯3は、降水をもたらす、熱帯前線や寒帯前線の影響を1年中、受けないので雨が少なく、北、アフリカやアラビア半島に砂漠が成立すると、 理由付けができる。一番の欠点は上述の通り、気候対一から七の区分だけでは、ある地域がどの気団の影響を受けるか以外の特性をほとんど示せないことである。区分上は前線が収束の場にしか発生しないため、気候地域の境界線に利用すると所々途切れてしまうという問題点がある。また、東西の気候差は極めて大きいにもかかわらず、 アリソフの気候区分ではその差がうまく表現されていない。アリソフの気候区分に限らず、全員に着目した気候区分には必ずしも現実の気候と一致しないという大きな欠点がある。アリソフの気候区分の場合、気候体温に夏の降水量が多い東京と夏の降水量が少ないローマがどちらも属するという問題が発生する。また、 北アフリカの砂漠の成立要因を説明するときは雨の少ない気候帯3に属するためと言えるが、ユーラシア大陸中央部や北アメリカの一部は本来降水が得られると考えられる。気候帯4に属するにもかかわらず砂漠が広がっているので説明がつかない。各々の,の,の気候区分にはどれも利点と欠点が存在し、目的や適用地域に応じて使い分けることが必要である。 アリソフが帰国分を発表して以降国際地球観測年を経て南半球の高緯度地域の高層気象データの蓄積が進んだ結果南半球において夏の極前線の存在が確認できないことが明らかとなりアリソフが描いたような南極帯と南極基団帯は存在しないということになったこの点に関しては発表当時情報不足だったことからアリソフは 南半球の高緯度についての考察を行っていない。一般的にアリゾフの帰国文として知られるのは1954年に発表した帰国文であるが、それより前の1936年に地理的帰国体というものを発表している。これは1954年の帰国文につながるものであり、1954年のものと同じ重ね合わせの手法を用いている。 ただし1936年の地理的気候帯は気候帯設定基準を明示していない概念的なものに止まり地図による表現はなされず南半球は低緯度地域の未考慮しているに過ぎない。以下に気候帯名のみ列挙する。日本の地理教育、特に高等学校の地理においては欠片の気候区分が気候分野の中心的な学習事項となっている。ただし、 高等学校学習指導要領第2章第2節地理歴史の第6地理 B では気候に関連する部分について以下のように規定している。また、学習指導要領解説でも自然地理学などの成果を踏まえて学習の内容と方法を工夫しとあるのみである。すなわち、学習指導要領上は欠片の気候区分は愚か気候区分すら扱わなければならない内容では、 ないのである。しかしながら、現実には、教科書の気候分野の記述は、欠片の気候区分が中心となり、大学入試にも出題されている。こうした状況に対して、欠片の気候区分よりも、アリソフの気候区分を使うべきという意見もある。現状では、山川出版社発行の地理応語集によれば、2004年度に使用されていた、高等学校地理歴史科の教科書、 チリ B5 冊のうち2冊がアリソフの名を掲載している。2008年発行の教科書も同様で、帝国書院の新章チリ B では欄外に、ロシアの気候学者アリソフは大気現象を直接反映する気団の季節変化に着目した行区分を行った。と記載し、教育出版の新チリ B では本文中で前線帯の季節的移動に基づくアリソフの 気候区分と記述し、自然の地域区分の例として、アリソフの気候区分図を掲載しているが、欠片の気候区分が学習の中心であることは、揺るぎない。千葉県立カシア中央高等学校の佐藤博士は、アリソフの気候区分を使った気候学習を雑誌地理において提案している。佐藤は、欠片の気候区分を使った学習では、はじめから気候、植生、 土壌が関連付けられているため、一つのことから他を説明できないという問題を指摘し、アリソフの気候区分の図で気候特性をつかみきら達夫の生態気候区分図で、植生、土壌の特性を把握して農業と関連づけると良いとした。ただ、生因に深入りすると地理ではなく理科の内容に入ってしまうが、佐藤は理科にならない程度で生因を考えることは良いことであり。 必要である胸を述べている。ありがとうございます。